4月8日の巨人戦、3回ヤクルト一死に。塁、西浦の敵地打で生還する山田哲。捕手大城イコール神宮八球つれづれ2018から第6回、いや、クルトのチーム改革妨害の週末と言うべきか、神宮に歓喜の傘が揺れた。今月6日から行われた対巨人3連戦に3連勝。まだ開幕直後という中で、昨年は球団ワーストの96敗で地獄の底まで沈んだチームがこの時点で広島と並び首位に立ったのだ。しかも巨人には前年8勝17敗と全く歯が立たなかったのだから、監督の小川淳司も想定以上の戦果である。この3立ての中には、今季ヤクルトが推し進め、チーム改革の要素がはっきりと見えていた。第一戦は7年ぶりにメジャーから戻ってきた。大木則親が猛打賞の活躍でチームを牽引した。巨人先発の菅野智之には一昨年から8連敗中で、昨季も5戦5敗の天敵。菅野自体の出来が本来のものではなかったものの、右、左へ、青木の高打がチームに勢いをつけた。開幕から、つなぎの4番、に座る。本来が長距離砲ではないもののチャンスでは勝負強い打撃が生きる。3番で攻撃が途切れた時にはチャンスメーカーともなり得る。加えて、日米で2000安打以上を重ねてきた実績がある。練習に取り組む姿勢から若手への生きた教科書。になっているのだから、存在感は大きい。第2戦はプロ3年目の大器、廣岡大志が5打数5安打。の大爆発で巨人の投手陣を粉砕、乱打戦を制している。今季からショートの定位置を確保した若武者こそ新生ヤクルトの象徴であり、ヘッドコーチに就任した宮本慎也の秘蔵っ子と言うべき存在だ。前高校時代からスケールの大きな長距離砲として評価の高かった男だが、ようやくプロの水とスピードにも慣れてきた。もっとも、この試合ではその宮本ヘッドから超度級の雷も落とされている。不死満塁の場面で遊撃後方の飛球を確保したものの、三走である巨人のA、ゲレーロに本塁生還を許してしまう。怠慢以外の何者でもない、現地裏に呼んでこってり絞っておきました、とは鬼軍曹の弁。ヒーローだからと言って浮かれて入られ、大厳しさが今季のチームにはある。そして、第3戦は山田哲人の足が威力を発揮した。初回に4球で出塁するとすかさず2投。2番の西浦直道が送って一死三塁の場面で続。W、バレンティンの夕頃の間に生還。つまりノーヒットで先制だ。山田は3回にも盗塁を決めて、今季は9試合で7盗塁、リーグ1位。開幕から打撃の調子は今一つ。打率.170には不本意だが出塁率.429はリーグでもトップクラス、5位の上に盗塁を量産しているのだから脅威の1番打者には違いない。Thank you.